皆さんこんにちは、今日は村岡哲也弁護士の債権者説明会に偽計業務妨害罪が成立するかということでお話ししようと思います。9月の27日に、参議院会館で債権者説明会と称する会合が、開かれました。で、これは、村岡弁護士が主催したものになります。で、これについての、動画が、立花隆氏のチャンネルで公開されております。タイトルはライブ配信債権者説明会という、ものになります。で、この、会合を村岡弁護士が主催して行った行為が、偽計業務妨害罪に当たる可能性があると私は考えております。その理由は1、権限がないのに、2、主催者を誤認させるようなやり方で行ったからということになります。まず1、権限がないのに行ったっていうのはどういうことかっていうことなんですけど、じゃあその権限があるのは誰か、つまり債権者説明会を開くことができるのは誰かっていう、ことを検討したいんですけど、その前に大前提として、この度の、再生手続きですよね、誰について再生手続き開始の申し立てがされたのかっていうことを確認しておきたいと思います。これは債権者1名が、村岡弁護士を代理人として相手方に指定したのは、このものですよね、この人というか法人ですよね。これ調査命令の決定書に記載されてるんですよね。ここにあります。つまり政治家女子48と代表者大津彩香、これ間違いなく書いてありますよね。この通り、つまり大津彩香氏を代表者とする国政政党法人である政治家女子48党を相手方に指名して申し立てたっていうねことになります。これは動かない事実になります。というわけで、この事件ですよね。令和5年(第2号再生手続き開始申し立て事件は、大津氏が政治家女子48党の代表者であるという前提で進んでいくものになります。ちょっと今名前変わっておりますけど、この動画では48党で統一したいと思います。で、早速ですね、債権者説明会を開く権限は誰にあるかっていうことなんですけど、それは民事再生規則に書いてあります。でもこのの61条、タイトルは債権者説明会の開催っていうことで、1項と2項があるんですけど、2項は省略しております。で、1項には丸で終わる文章が2つあって、1つ目、こういう場合1つ目を前段、2つ目を後段って呼ぶんですけど、まずは前段を読まなきゃいけないということになるんですけど、まずですね、この読み方なんですけど、この括弧内がありますよね。括弧内に何て書いてあるか、保全管理人が選任されている場合にあっては保全管理人を含む以下この条において同じって書いてあるんですよね。で、9月27日の段階で保全管理命令は出ていないので、保全管理人はいなかった、選任されていなかったから、要はこの括弧内は無視していいということになります。じゃあ残るは、再生債務者等は開催できるということなんですよね。だから再生債務者等が権限を持ってるっていうことになるんですけど、この再生債務者等って誰やっていうことになるんですよね。その再生債務者に加えて等とあるから他にもいるんかなとか、ちょっと謎なんですけど、それはじゃあこの再生債務者等とは誰のことかっていうのを、
は、民事再生法を見ればわかるということになります。で、まあ、この民事再生法と民事再生規則っていうのは、まあ、何が違うかっていうと、民事再生規則っていうのは最高裁判所が定めた規則になります。で、それに対して、ね、民事再生法っていうのはまあ法律なんで、まあ、国会が定めたっていうね、まあ、一般の法律になります。で、まあ、どっちが偉いかっていうか、まあ、どっちが優先するかというと、まあ、法律の方であるっていう、まあ、ことになっております。で、でまあ、この2つのルールですね、民事再生法と民事再生規則の関係が書かれているのが民事再生法19条、まあ、これタイトル最高裁判所規則、この法律に定めるもののほか、再生手続きに関し必要な事項は最高裁判所規則で定めるっていうことで、まあ、これを受けて最高裁判所が再生民事再生規則を定めているっていうことになるんですけど、ここですよね、この法律に定めるもののほか、だからこの法律で、定めたことを前提として、その他のことを規則で定めてやっていうのは言ってるんですよね。ということは、この法律に定めるっているものは、まあ、当然の前提として、規則を定めてるから、規則を読むときもこの法律に定めてあることはもうそのまま前提としている。つまり民事再生法で決められている例えば定義とかを、また民事再生規則でもいちいち同じ条文を置いて定めたりは しないんですよね。同じことは定めませんということになります。というわけで、ということは民事再生法の定義規定は、まあ、そのまま、民事再生規則でもまあ使えるっていうことになるんですよね、まあ、平たく言うと。というわけで、まあ、その定義規定にやっとたどり着きました。民事再生法の2条定義で、まあ、これこの法律において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによります。まあ、定義ですよということで、で1号に、さっき見た再生債務者っていう言葉が出てきます。で、まあ、これ何かっていうと、経済的に窮境にある債務者であって、そのものについて再生手続き開始の申し立てがされ、中略します、っているものを言う。というわけで、9月27日の時点で再生手続き開始の申し立てがされていたのは政治家女子48党という、まあ、法人ですよね。だから、再生債務者とは政治家女子48党のことであるっていうことが、まあ、この1号からわかります。で、まあ、さっき再生債務者等って書いてましたよね。じゃあその再生債務者等とは何かというと、2号にあります。こう再生債務者等ってね、あるんで。で、まあ、読みますと、関罪人が選任されていない場合にあっては再生債務者、関罪人が選任されている場合にあっては関罪人を言うというわけなんですよね。で、9月27日の時点で関罪人は、当然選任されておりませんから、要は、こっちですよね、関罪人が選任されていない場合にあっては再生債務者が再生債務者等であるということで、まあ、要は再生債務者、つまり政治家女子48等のことを指すんですよね。まあ、両方とも、だから9月29日の時点では再生債務者等も、まあ、要は政治家女子48等1人っていうか、まあ、1法人であるっていうことになります。というわけで、あれどこ行ったかな、まあ、結局ですね、この再生債務者等というのは政治家女子48等のことになるから、9月27日の時点で、債権者説明会を開催することができるのは政治家女子48等である、だけであるということになるんですよね。
では実際に9月27日に、この債権者説明会と称する会合を開いたのは誰か。ルール上は、政治家女子48党しか開けない。実際に開いたのは誰かっていうのをね、確認します。まあ、当日の、まあ、さっき言った動画ですよね、ライブ配信動画にの4分31秒から、末永ゆかり氏が、このようにおっしゃってるんですよね。早速ですが、本日の主催になります村岡より当日の今日の流れですとかご説明をお願いいたしますって言ってるんですよね。で、まあ、これを受けて村岡弁護士がはいって言って、まあ、壇上に上がるみたいなね、そういう流れになっております。というわけで本日の主催は村岡弁護士であるって、まあこれはもう間違いないですよね。開いたのは村岡弁護士ということで、まあ、村岡弁護士が壇上で話すんですけど、その中で、6分13秒のところから村岡弁護士がもうご自身のね立場をちゃんとね説明されてるんですよね。主催、どの立場で主催してるかっていうね、まあ、ことなんですよね。はい、ここ大事です。はい、私の立場を簡単にご説明させていただくと、普段は政治家女子の代理人として活動もしておるんですけれども、今回この手続きについてはですね、党に対して4000万円を貸し付けている最大債権者になるんですけれども、その方の代理人として民事再生を申し立てた債権者の代理人弁護士という立場になります。この会もあくまでも政治家女子48党の方々はオブザーバーとしてうんぬんかんぬんっていうね、もうここだからまあちょっと長いんですけど、ここですよね。債権者だから申し立てた債権者の代理人弁護士という立場で、主催 してますよっていうのを、まあ、はっきりとおっしゃってるっていうことになります。だから主催者は村岡弁護士であって、村岡弁護士が申し立て人である債権者の代理人弁護士としていう立場で主催する行うのが、まあ、この会合ということになるんですよね。で、なんかそのこの会合の案内状らしいものの、まあ画像がネットに落ちていたので、まあそれを見ても、要はここですよね。再生債務者政治家女子48と債権者代理人弁護士村岡哲也っていうね、まあそういうふうに書いてあるということで、まあ説明の通りの、まあ記載で案内状にが書いてあって、まあその通り説明しているということになります。つまり、まあだから代理人、だからまあ村岡弁護士だから、まあ厳密に言えば、まあ、申し立て人である4000万円の債権者と主張する人物である H 氏がまあ開いたっていう、まあ、ことになるんでしょうけど、まあ、その代理人である村岡弁護士が開いたっていうことになります。で、まあ、さっき、その規則を見た、規則の61条に書いてあった通り、この日の時点で債権者説明会を開く権限を有しているのは再生債務者である政治家女子48党なんですよね。で、この H 氏は政治家女子48党とはまあ別人ですよね。まあ、H 氏はそのもそもまあ自然人、生身の人間であって、まあ、政治家女子48党は法人である。だからまあ同一人物であるはずがないんですよね。別人なんですよね。だから、開催権限は H 氏にはない、うん、もちろん H 氏の代理人弁護士である村岡弁護士にもないっていうことになるんですよね。したがって、村岡弁護士は債権者説明会を開催する権限がないのに、債権者説明会をと称する会合を開いたっていうね、まあ、丸1は、まあ、以上の説明になります。では次、丸2、
主催者を誤認させるようなやり方で行ったっていうのは、まあ、どういうことかっていうことなんですけど、まあ、さっき言った通り、村岡弁護士が H 氏の代理人弁護士として主催すると、まあ、説明はしてるんですよね。ところがですね、なんかおかしなことを言ってるんですよね。さっきの動画の、3分15秒のところ、まあ、末永ゆかり氏が、皆様この度は大変お忙しい中、政治家女子48と債権者説明会にご出席賜りまして誠にありがとうございますっていうふうにね、まあ、おっしゃってるんですよね。だから政治家女子48とが、まあ、開催してるんだなっていうね、まあ、こういうのを聞くとね、まあ、印象を受けるっていうかね、受け取るのがまあ普通だと思うんですよね。でしかも、まあ、村岡弁護士が、まあ、この5分23秒のところで、まあ、立花党首とかね、まあ、話の中でね、その言ったり、7分17秒で同じく村岡弁護士が立花代表っていうね、まあ、言ったりするんですよね。でまた、19分38秒のところで村岡弁護士がこのあと立花代表からもまた皆様にお伝えしたいことがあるということなのでお話をさせていただきますということで、立花氏がまあね壇上に上がって、ペラペラ喋るっていうことで、まあ、こういうのを見てると参加者は立花氏が党首であり代表である政治家女子48党が開催しているという、まあ、印象を受けるのが普通だと思うんですよね。まあ、さっきのところで、まあ、オブザーバーだとか、まあ、村岡弁護士言ってるんですけど、まあ、こんな風にね、まあ、この政治家女子48と債権者説明会は、まあ、このね、債権者、この党が開いてる債権者説明会だと、まあ、受け取るのが、まあ、普通だと思うんですよね。で、まあ、その、さっき言った、まあ、案内状も、なんかね、その、紛らわしいんですよね。まあ、ここですよね。その、H 氏代理人弁護士村岡哲也と書けばいいのに、なんかね、政治家女子48と、を肩書きのように、まあ、見せかけて、まあ、よく読めば債権者代理人って書いてあるから、まあ、その通りなんですけど、なんかね、その政治家女子48等の代理人弁護士みたいな、に、印象を受けるような書き方してるんですよね。というわけで、まあ、こんな紛らわしいやり方をしてるということで、この会合は、さっき言った通り、1、権限がないのに、2、主催者を誤認させるようなやり方で行われたっていう、ことになります。で、まあ、ここでですね、まあ、次のような反論があるかもしれないんですよね。その、いやいや、政治家女子に、48党には、代表権争いがあるってね。だから政治家女子48党の党首は立花氏ね。代表者は斉藤議員だ。だから再生債務者である政治家女子48党が主催したのであり問題ないとかね。まあそんな、まあ、反論もあるかもしれないんですけど、さっき見た通り、それはね、通らないんですよね。これになります。申し立て人が相手方、つまり再生債務者として指定したのは、大津彩香氏を代表者とする政治家女子48党なんであって、この事件に関わる者は、大津氏が代表者であると認めたことになるし、大津氏が代表者であるという前提と異なる前提に立つことはできないんですね。もし斉藤議員が代表者であるという前提に立つならば、この手続き自体が誤ったものになるから、決して関わらないはずなんですよね。偽物の、だからそういう人にとっては偽物の代表者である大津氏を、ね、代表者と指名してやってる手続きなんて何の意味もないんだ、みたいなね、そうなるはず。そうしないでこの事件に関わったっていうことは、つまり大津氏が代表者であるという前提に、立つほかないんですよね。だから大津氏の意思に全く基づかない会合、この会合は再生債務者が開いたとは言えないので、そういう反論は成り立たないということになります。
したがって村岡弁護士は1権限がないのに2主催者を誤認させるようなやり方でまあ行ったっていうことになるんですよね。でこの行為が、偽計業務妨害罪にあたる可能性があるっていうのはなぜかっていうことなんですよね。でまあその、やっとまあこのね刑法にたどり着いたんですけど、偽計業務、まあ、業務妨害罪233条になります。まあ関係のあるところだけ読むと、偽計を用いて人の業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するっていう、まあこういう条文なんですよね。でまあこの、まあ、偽計業務妨害罪っていうのは、業務を妨害するに足りる行為をした場合に成立するんですよね。だからその結果として業務が妨害されたかどうかは、まあ、されたことまでは要件になってないんですよね。業務を妨害するに足りる行為をしたらもう成立するということになります。で、61条に戻るとここですよね。開催することができるってあるんですよね。だからできるから、まあできる、だからしなければならないわけじゃないから、するしないは、自由に決められる。つまり政治家女子48党の大津党首が自由に判断できる。まあ実際にはまあ役員会に諮った上で、まあ判断するんですけど、まあ自由に判断できるんですよね。するしないは、決められるっていうことになります。でしかも、まあさっき飛ばした講談ですよね。債権者説明会においては、再生債務者等は再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産に関する状況または再生手続きにの進行に関する事項について説明するものとするっていうことで、まあこういうことですよね。まあうちの業務とか財産とかにの状況とか、まあその手続きどんなふうに進行するかとかいうことについて説明するけど、まあその説明の内容もやはり、大津党首が、まあ、役員会に諮った上で、どんなふうに説明するかを自由に決められるんですよね。でまず開催したこと自体についてなんですけど、大津党首は9月27日に参議院会館で債権者説明会を開催するという判断をしなかった。つまり、全くね判断をしていないのに勝手に開催したっていうことになるんですよね。自由に決められることを勝手にね他人が開催したっていうことで、それはもう、妨害ですよね。それに妨害、それに足りる行為と言えると思うんですね。しかもその説明内容も、大津党首の意思に全く基づいてない、大津党首が決めた内容でない内容の説明を行ったということになります。まあその上、政治家女子48党が開催しているという誤認を誘うような言動を繰り返したっていうね。でこの点で、この、会合を主催した行為は政治家女子48党の業務を妨害するに足りる行為と言えるというふうに私は考えております。まあ、したがってこの会合を主催 して行った村岡弁護士に、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるというのが、まあこの動画の、私の結論になります。で、もちろんこれを一緒になって行った者には、共犯が成立する可能性もあると考えます。まあというわけで、村岡弁護士は味方にすると恐ろしい弁護士だなというふうにつくづくと思います。ご視聴ありがとうございました。